キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト戦略、はい、今日は日本ハム編ということでね、はい、今現状6位です、はい、まあね、5位になるかもわかんないですけど、西武に3連敗して、うん、まあ、これは多分まあほぼ6位で決定でしょうというところで、はい、新庄監督が多分来年もやりそうなんで、うん、3年目優勝以外一緒やって言って6位ですから、はい、まあ、2位も6位も一緒なんでね、はい、結局優勝じゃなかったからダメっていうところですけども、うん、はい、まあ、今年のドラフト戦略、まあ、その前に日本ハムはですね、うん、はい、ちょっと出ていく可能性があるんで、噂はね、はい、ポスティングでメジャー挑戦、うん、ひょっとしたらいなくなる可能性もあるし、うん、あと FA で加藤、ひょっとしたらあの球団に FA 移籍するんじゃないのかっていう噂もある。そうもあるんですね、噂。俺の小耳に入ってる情報によると、うん、ひょっとしたらですけどね、はい、ひょっとしたら FA する可能性もなくはないっていう、うん、ところで、はい、あるんだけども、まあ、今年のドラフト戦略上でいうと、はい、もう日本ハムはもうここしかないと。さすがに3年目も最下位だと、さすがの新庄さんもやっぱ苦しいと思うね、はい、うん、やっぱり続けていくには、はい、うん、そのためにまあ正直どこも足りないんだけどね、うん、レギュラー万波、松本、アリエル・マルティネス、うん、清宮のサードもな、無理やろどうなん、うん、ちょっと表現悪いけど、うん、よっぽど練習しないとドタバタしてるし、ちょっと下手すぎるよな、うん、正直もうとっくの昔に多分表面上は優勝狙ってるけど、もう諦めてたと思うんだよね、うん、正直来年に向けてもあるから我慢して多分サードを使ってるっていうところもあるけど、はい、あれ相当練習しないと、出場試合数との割にエラーが多すぎるから、うん、正直サードでの、うん、あれはきついよな、正直。もう思い切ってアリエル・マルティネスサード練習させた方がいいんちゃうかって思うぐらいの、キャッチャーやからスローイングはいいやろっていうとこもあるから、はい、二遊間とセンター決まってへんもんな、うん、結局は奈良間、加藤、うん、上川畑、水野とかね、山田ね、はい、であと野村、結局だから全ポジションいいんだよね、うん、正直だから本当はもういいの取った方がいいんじゃないのかと思うけども、噂は加藤が抜けるかもしれないって考えると、うん、やっぱりもう一巡目は即戦力ピッチャーやな。さすがに来年も6位はきついからな、うん、もしくは B クラス最低でも3位とかに、うん、もしくはもう最悪4位でも、いやあと 0.5 ゲーム差、1ゲーム差で今年の楽天みたいに、うん、いやギリギリ最後まで争ってっていうんだったら分かるけども、うん、まあ、なかなかきついなっていうことを考えると、はい、即戦力ピッチャーやな、うん、で俺決めた、はい、側転このピッチャー、はい、いいですか、うん、第1回選択希望選手、前田優吾、高卒でいきますか。いきます。おー、高卒でいきそうな気がする。まあ大卒社会人っていうのも考えたけども、うん、はい、まあ、昨年矢沢を1位でいってる、まあ、野手とピッチャーで使うのかまあ分かんないけども、将来性も見込んで、うん、今年の高校生ドラフト多分ナンバーワントップクラスの評価であろう、はい、この大阪桐蔭の前田投手、うん、1位どうですかっていうのが佐々木的機構です。じゃあ先に、じゃあ袴田君いるんですもんね。いやもう私はもうゴリ押しですよ、はい、もういやもうこれどっちでも正直いいんですよ。いやどっちかっす、どっちかっすか、はい、じゃあもうドラフト1位は、うん、青学の、うん、常廣君ですよ。常廣君でいいですか、下村君じゃなくても。いやもうこれあのね、もともとはもう断然常廣君って言われてたんですよ、うんうん、の方が圧倒的上って言われてたけど、うん、下村君もどんどん評価上げてる感じで、うん、あの日米野球で MVP 取ってるんですよね、うんうんうん、いやいいんですよ下村君も、うん、青学でこんなに今いい選手がいるんで、うん、でも常廣君で、常廣君で、はい。じゃ先生はどう、ピッチャーがいいと思うね俺は。いやもうね、うん、1位2位で連続ピッチャーいくぐらいでもいいと思う、うん、そうやな、もうそれぐらいでもいいぐらいです、うん、で1位おすすめあるの即戦力で、即戦力、うん、前田君も本当にいいんですよ、うん、もう佐々木さんがおっしゃった、うん、2種類のチェンジアップ投げて今年アンダーチャンス優勝に導いてるエースですから、うんうん、これ確かに1位だと思うんですよ、うん、そこにぐらい待って入るのが僕で、東京大学の細野君っていうピッチャ ー、 あー、うん、サウスポー、ね、このサウスポー、うん、はい、スケール的にもバンバンいけるような、うん、ザ・パ・リーグみたいなピッチャーなんですけど、うん、先日のこうアンダー18との大学代表との走行試合で158投球動で出したんですよ、うんうんうん、なのでこの完成度といい、うん、すぐ使いたい、うん、
変にね変化球でどうとかじゃないんですよ、うん、ストレートでバンバンいけるタイプのピッチャー、うんうん、これ右の常広左の細野って感じだな、はい、これ消えんの両方とも1位で出てきます多分2人とも消えます、ね、100% 消えますじゃあもう2巡目ウェーバー1番手でもう残ってないってこと残ってないですね、うん、じゃあ勝負やな全員で俺は前田君でいや常広君は私今日あでも競合すると見せかけてしないパターンもあるもんね細野君派ね常広君派ね、はい、俺前田君派ね、うん、これ日本ハム、はい、いやでも絶対ピッチャー即戦力いった方がいいと思うんだよね、うん、そうだから1位2位ピッチャーだね、うん、絶対的に、はい、じゃあ2位候補決めようよ僕2位押すなんですよ誰ピッチャーこれね、僕社会人でナンバーワンピッチャーと思ってます、はい、社会人です、うん、バイタルネットの江村君っていうのがあるんですよ、うん、ほんの左150キロぐらいやっぱりコンスタントに出る、うん、で完成度も高くてあのエネオス打線もピッチャー押されてたんですよ、はい、で高校の時もそんなにずっと投げてるようなピッチャーじゃなくて伸びしろとかちょっとスリークハンド気味で投げるピッチャーなんですけど、うん、このピッチャー面白いよ、うん、これ2枠あんだけでいい上田タイあー上田くんね大阪商業だよ、はいうん、大商大、うん、大商大のうん、どう2位あるよな2位です、うん、これねタイプが分かれですねあのね、うん、右の剛腕なんですよ、うん、で体もちょっと大きめのピッチャーなんで、うん、そういうピッチャータイプが好きな球団であったら取りに行くんじゃないかだからうまくハマれば、まあ、リリーフでもいいからリリーフまあだって日本は後ろもいるからね、うん、欲しいから守護神が勝ちにまだ決まってるわけでもないし、はい、だからまあどっちでもいけるっていうところで上田が1位にだからもう前田君と、うん、中継ぎリリーフ専門だったら大勢2世をちょっと探していたんですよ、うん、お誰大勢2世抑え候補もやっぱり欲しいですか、うん、基本先発がいいけど、うん、でだってもう田中正義ねあ、まあ、そうですね、うん、ジャスティスが今抑えていて、うん、今、まあ、石川とか、うん、ロドリゲスとかも出てきてるけど、まあ、中継ぎもそんな熱いわけじゃないからね、うん、正直後ろはしっかりしてきたんだけども、うんでもあの金村がね来年怪我から復帰して、うんまあ、帰ってくるっていう見込みもあるし、うん、タツもそろそろ ね、はい、あそうですね出てきてくれなきゃ困るっていうところもあるから確かに、うんまあ、あと池田とかねあそうですねあと北山ねあ光り物あったけどね、うんうん、山本もリリーフいるからリリーフいないよりいた方がいいけどいい欲しいのは噂はもしくは加藤が両方いなくなった時にやっぱ前埋めなきゃいけないからどっちかっていうと前できた方がいいけどもやっぱできなきゃ後ろでもいいけどっていう感じだよね、うん、じゃあ下位でまたこう余ってたらいいピッチャー取れたらいいなぐらいですかねリリーフとかもできるようになる、うん、でももう頭取ったら下野手でいいよ本当、うん、野手もいるからね、うん、全体的には正直じゃあ前田君、常広君細野くん 1位2位で即戦力ピッチャーバンバン取れたらもうそれはもうその時点で大成功やけどな、はい、であとはやっぱここじゃない北海道だからこのあセンサーセンサーの道東大学、うん、滝田君、はいね、もうピッチャーもいいスケールでかいですからね、はいうんうん、サウスポー、うん、こう地元枠としてね、うんうん、どうですか右の外解放欲しくないですかそれも欲しいよ、うん、超を新庄さんに預けたい選手がいます、うん、誰伊勢の名王って言われてますよ、うん、これ村田レオン君っていう子がいるんですね、うん、でこの子は、うん、僕飛距離だけやったら、うん、プロでもトップクラスいけるんじゃないかってぐらいに飛ぶんですよ、うん、村田レオン君ね村田レオン君これ196センチ111キロなんですよ、うん、大型超大型、うん、あと問題だけは当たるか当たらないかなんですよ、うん、で本人も言ってるんですよ、うん、あとミート力をつけて、はい、それもそれ言っていい全員だから全員それはこのレオン君、うん、レオン君そうパンチ力パンチ力系だと俺も推す選手いるんだけど今ちょっとレオン君の動画見てますよ、うん、それレオン君本当に見ようし高野壮太高野壮太島根三東屋高校うーんいいですね高校生ね、うん、内野も外野もできて、はい、パンチ力あるよあでかいし、うん、しかも即戦力欲しいでしょうんそうだから書いてる書いてね俺でもね何気にね、はい、日本ハム1位で何気に行きそうだよ、うん、俺知ってんねん何気に行きそううんいや里崎チャンネル的には、はい、俺はもう即戦の1位にピッチャー行った方がいいと思ってるから、はい、俺は前田君だし、はい、袴田さんは常広君だしで、はい、あの先生は、うん、細野君、うんうん、だし、うん、だけども何気に、はい、佐々木麟太郎行きそうやろあー花巻東だね、うん、いや好きそうだな確かにな、うん、
まあ、だから大学行くんちゃうか説もあるけどってなった時に、うん、大谷翔平と同じルートで、うんうん、日本ハム、うん、ありそうやろ。私なんか、うん、なんか清宮選手とかそういうとこやっぱ行くじゃないですか。しかもよ、佐々木麟太郎をファーストで使うために、うん、清宮をサード練習させてんちゃうかみたいな。あー、なるほど。布石で、アリエルは別にキャッチャーでもレフトでもできるから、うん、別にその流動性あるわけよ、うん、あるな。あれやろ、なんか好きそうですね、うんうん、もう佐々木チャンネル的にはもうチームの感じ見たらやっぱ 1,2、うん、はもう絶対的に即戦力ピッチャーに俺は行った方がいいと思うけども、うんうん、佐々木麟太郎1位だし、うん、1位佐々木麟太郎選手行くじゃないですか、うん、ウェーバーで早いじゃないですか、うん、でピッチャーたくさんいるからいいピッチャーも2位で取れるっていう。そうそうそう、だから今上げた選手たちはもういなくなってるかもわかんないけども、うん、それこそ俺がさっき挙げた大正大のね、田君ね、うん、君とか、うん、まあ、それでも他にもね、うん、いいピッチャー、今年ピッチャーの数はいますからね、うん、本当にいますよ、うん、本当にもうだから何気にありそうやろ、あ、佐々木麟太郎1位、うん、ありそうです。ああ、でもまあ佐々木チャンネル的にはね、こう3人はピッチャーで、はい、ね、俺は前田君、はい、常広君、で細野君がね、はい、1位がいいんちゃうかっていうところあるけども、まあ、私は常に後輩をしてってる、うん、はい、ひょっとしたらね、うん、佐々木麟太郎君もあるんじゃないのかなと思いますけども、それ本当大きい気がしてきたな、うん、俺はもう1位2位即戦力の下位で、うん、まあ、高校生のピッチャーとか、うん、まあ、野手も、はい、まあ、大学生とか、まあ、うん、社会人、まあ、取れたらいいかなっていうね、うん、はい、ところはあるけども、まあ、全体的に必要だと思うんでね、うん、でもやっぱ上位は高校生やな、はい、あ、こうじゃ高校生じゃない、上位はもう即戦力ピッチャーでと思いかけども、はい、その責任等もあると思いますっていうね、はい、ところで皆さんどう思いますか、はい。